はい、こんにちは、タクです。8月10日、僕の夏休み続きをプレイしていこうと思います。さあ、今日はタコ揚げやりたいと思います。タコ揚げと、あと切り株を切りたい。斧持ったか、もらったからね。さあ、そんな感じでいつものラジオ体操に行きましょう。おはようございます。でね、ちょっとね、画面を明るくしてみたんだけど、どうかな。少し暗かったかなっていうイメージだったので、少し明るくしてみました。ちょっと明るすぎたりしたらまた、コメントとかで教えてください。じゃあ、いただきます。いただきます。はい、いただきます。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。さあ、そろそろ朝顔もね、咲いてほしいところだよね。じゃあまずはいつものね。あ、だいぶ画面明るいですね。見やすい見やすい。はーい、ごちそうさま。よし、行きましょう。ちょっと白飛びしてるぐらい明るいかもしんないね。はい、ワンちゃん、おはよう。ほら、あ、そっか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 。この子剣坊って言うんだけど、池にいる主を釣るために、なんか鳥の羽みたいなのが必要なんでね。硬い毛で、まあ大丈夫だよ、任せてよっていう僕くんが言ったんだけど、まさかの剣坊の毛を抜くっていう荒技に出たんだよね。よいしょ。そう、だから剣坊の毛を抜いちゃったから、剣坊ちょっと怒ってるね。さあ、朝顔どうですか。あ、おばちゃん、咲いたよ咲いたよ。おお、まあ、やったね僕くん。なんて可愛い浅紫の花なんでしょう。僕くん、えらいえらい。じゃあ、後で写真を撮っておくからね。やりましたね、ついに。ついに朝顔咲きました。いや、いいじゃない。めちゃめちゃ綺麗。なんか実写、ほんと写真を撮ったみたいな。JPEG 画像そのまま載せてるみたいな感じだね。はい、おばちゃん、おはよう。お醤油、生姜、お砂糖、あとお魚は何にしようかな。今日の献立を考えて買うものをピックアップしてたかな。しらべちゃん、おはよう。給食のおかず何が好き。僕、クジラの竜田揚げ。しらべは春雨サラダとカレーシチュー。あ、そうだよね、春雨サラダ好きなんだよね、しらべちゃんね。クジラって硬くてさ、お昼休みが終わってもまだ噛んでることがあるのよね。僕うなずいてたな。うんうんって。クジラって、クジラなんか出てたよね、すごいね、懐かしいな。おじいちゃんはどこにいるのかな。工房にいるかな。タコ揚げを作ってって、タコ作ってっていうふうにお願いしてたからもらえるかな。おじいちゃん、毛張りの材料見つけてきたよ。あ、こっちか。どれどれ。あれ、これなんだっけ。まあいいや、ちょっと柔らかすぎるけど、頑張って作ってみるよ。普
2日くらいで完成すると思うから、そしたらまた取りに来てくださいね。おお、また2日後か。で、たこ揚げはもう2日経ったのでもらえるはず。おじちゃんください。ぼくくん、たこ完成したよ。やった。おじちゃん、ありがとう。じゃあ目標はとりあえずこのうちの庭から見えるくらいにそのタコを高く高くお空にあげること。おお、うん、おじちゃん、任しといて。僕、頑張るよ。よし、タコ揚げするぞ。こっちか。外ね。よいしょよいしょ。こっちで合ってるよね。あの蜂の巣があった方に行く。あ、だいぶ画面明るくしてなんかいろいろ見やすくなったな。さあ、今日のお地蔵さん占いです。お、大凶大凶。タコは地面に落ちることでしょう。いや、まずいまずい。なんかこの蝶々でっかくね。でもさ、めっちゃでっかいんだけど。あ、そっちじゃない、ちっちゃい方だ。モンシロチョウ。いや、これ多分取れないやつかな。多分取れないんだろうな。ああ、行っちゃった。で、どっちだっけな。でかっ。でかいけどいいや。こっちか。こっち遠いよね。ちょっとね。はいはい。ああ、合ってる気がする、合ってる気がする。あ、待った。なんか、やった。うお、これ何、赤足クワガタ買いましょう。なんか何もいない。あ、砂糖水、うん、いや、蹴っ飛ばすでいいかな。また来ないかな。何も名前ないか。よし、じゃあ行こう。行っちゃう。あ、違う違う違う、釣り竿じゃない。なん、違うんだよ、木じゃない、木じゃない。何もいない。俺あの青い蝶々を取りたいんだよ。いなくなっちゃった。あ、違うんだって。いるか。めっちゃ座れるじゃん、判定。まあいっか、行っちゃおう。緑しじみ、うん、あんまりね、こういうことしてるとね、時間なくなっちゃうから、ね、あれ、こっちあったっけ、あってたっけ。いや、こっちじゃないな。うわ、やっちまった。来た、カラスアゲハニューですね。キアゲハはいらない。ちょっと待って、道がわからない。こっち上がる方か。こっちなんかな。いや、ちょっと待って、わからないぞ。こっちで合ってるか。あ、こっちっぽいね。お、
モンシロチョビッグ、これ買いましょう。いや、虫取りも楽しいよね。多分この先なんじゃないかな。あー、来た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 、ここここここでタコ揚げ、これね、これでいいのかな。ん？一回手ぶらになってこれでいいのか。あ、来た来た、タコをあげますか。はい。え、何、どうするの。どうするんだ、どうするんだ、何にも説明がない。あ、上がってった、上がってった。どうすればいいんだろう。あー、低くなっちゃう。あ、でも、あ、コードが、これどうすればいいの？何にも説明がないんだけど。ちょっと待って。これどうすればいい？このタコ糸の66メートル67っていうのが低くなっていけば伸びてるってことだよね。で、矢印の方向を押していけばいいのか。あー、でも高度下がってっちゃう。風速とかもあるんだね。風向きの方向に？どういうこと？風向きの方向に上げていけばいいのかな。矢印を押せばいいのかな。あ、風速上がった。でも高度がどんどん下がってってる。どういうあれだ。全然わからない。あ、でも巻いてくと高度上がってくんだよな。巻いてくと高度上がってくんだよ。巻いてないのかな？ほどいてんのかな、あれ。いや、でもだいぶ高度上がってきたよ。あー、これ説明書見ればよかったな。高度70ぐらい行きたいよね。どうですか？これでも終わりがないな。終わりがないな。あ、もうすぐ高度70じゃない？あ、行った。行きましたね。あ、いいじゃん。あ、いいじゃん。あ、順調。なんとなーく分かってきたけど。これやっぱ風向きに合わせて、その方向キーというか、まあ方向キーで今動かしてるんだけど、風向きに合わせて方向キーを倒せばいいのかな？なんかそうっぽいね。あ、そうだ、やっぱ。で、風向きが落ち着いてるときに、紐伸ばして、あー、いいね。100行きたいね。
いいじゃんいいじゃんいいじゃん。100いってでもこれ巻かないといけないんだよね結局最後ね。あでも高度下がってっちゃう。上がった上がった上がった。あもうすぐ100じゃない。あ100いった。すげえすげえ。あタコ糸ももうすぐなくなりそうな感じ。101いきました。もう十分でしょう。でこれでどうすればいいの。タコ揚げやめる。あできるね。いやータコ揚げ体験いいね。お家見えたかな。お家からこのタコ見えたかな。見てるかな。あでも100いけばね十分でしょう。タコ揚げやめます。 OK。 こんなことできるんだね。うわでもタコ揚げしかしてないや。逆に言うとね。あーガッツたちにも会ってないな今日。すげえ。で多分そろそろおじいちゃん迎えに来るでしょ。あおばちゃんが来た。なんだって。あれおばちゃんだ。ぼくくんこんにちは。おばちゃん写真撮ってたの。うん、たこ揚げするぼくくんの姿を撮ってたんだよ。おお。なんだ。じゃ記念撮影。おじちゃんが好きなのは？は？チーズだよチーズ。じゃあ先に帰ってるからね。はあ？っていう写真撮られちゃったよ。一回やったからね。調べちゃんと写真撮った時に調べちゃんだけチーズって言ってたもんね。はい、今日の遊び時間は終了。もう晩御飯ができています。いやタコ揚げできたね。じゃあいただきます。いただきます。いただきます。いやこの夕日がいつも綺麗なんだわ。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。はいごちそうさまでした。さてじゃあ牛乳飲んで。よし。あ、おじちゃんたこ揚げできたよ。カオル、ビール取って。あら、カオルってば。取ってあげたらいくらくれる。もう意地でも自分では取りに行かないぞ。誰も困りません。ちょっとした夫婦仲見えちゃったね。そして衝撃のおばちゃんカオルって言うんだね。知らなかったわ。誰も困りませんって。僕が困ってるんじゃないか。切実だね。誰も困りません。さあこれに対しておばちゃんは、今日の晩御飯はスパゲティと冷製ナス、油揚げ焼きにスープとサラダで強引にイタリア風でした。いや相変わらず献立教えてくれるんだよな。調べちゃん何見てんの。給食のパンの種類って何がある。コッペちゃんでしょ。たまに食パンでしょ。食パンの時だけマーガリンかジャム。そうそう、あと時々月に 1、2 回揚げパンが出るの。揚げパンうまいよね。
なんだろうね、もう今はなんかもう今食べても多分感動はしないんだけどさ、なんかどっちかっていうと、ああ、あったよね揚げパンっていう懐かしさの方が勝っちゃって、でも子供の頃のその給食で出る揚げパンってうまかったよね。ハロー、萌えちゃん今お姉ちゃんね、何、大事な大事なものを熱烈執筆中なんだ。なんかそこのポスターに飾ってある人へのファンレターとかじゃないの？明日お天気晴れるかな。そういえばあれだね、今のところ全部晴れだね。明日なんか曇りとか雨とかあんのかな、外見てたけど。オルゴール聞く？やめよ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 、しんみりしちゃうからチャララン、チャララン、じゃないんだよ。萌えちゃんはもう何にもなさそうだな。なんでお天気気にしてんだろう、明日なんかあんのかな。なんかの伏線かな。じゃあお風呂入って、あ、ちょっと待って、その前になんだっけ、ゲンタだっけ、ゴンタだっけ、あのワンちゃんワンちゃんにちょっと謝ろう。あ、こっちじゃないんだよ、あ、こっちじゃない、今9時くらいだったでしょ、だからまた直前でおやすみなさいってなっちゃうんじゃない？ああ、まだ怒ってますね、ごめんよ、しばらく怒ってそうだな。お風呂に入ります。お、なんかめっちゃ早かった今。たまにあるよね、昔のゲームってさ、コントローラーってさ、1回押したつもりなのに2回押しちゃってるみたいな。あー、気持ちいいねさあ、じゃあもう寝ますよ。眠くなっちゃうんじゃない？あ、10時前間に合うかな。お、どう、あ、ダメだダメだ、扉の前に来てダメだった。絵日記書いておやすみなさいしましょう。うん、おじちゃんおやすみなさい。はい、おやすみなさい。さあ、今日はでも目標達成できましたね。たこ揚げ、まあ逆に言うとたこ揚げしかやってなかったけど、でも毛針用のね、あの毛、まあワンちゃんの毛だけど、それを渡すこともできて、2日後に来てくださいっておじちゃん言ってたんで、また2日後に、主釣り用の毛針ができるのかな。明日その萌えちゃんが天気気にしてたのも気になるけどね。さあ、明日は何が起こるんでしょうか。8月10日、丘の上、おじさんにもらったタコをあげた。とっても難しかったけど、青空の中高く上がった。ということで8月10日、僕の夏休み、これで以上になります。この動画良ければグッドボタン、チャンネル登録、また拡散の方ぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた8月11日僕の夏休みでお会いいたしましょう。おやすみなさーい。